さあこれよりファイナルクォーターです。第4クォーター、大阪ガスセカンドダウン内で試合再開。さあランプレーを投じたが、これは磯野ナイスディフェンス。右オープン展開図らせました。キャリア3番です。しかしこれは磯野対応しましてノーゲインに変えております。大阪ガススカンクスサーダウン9。成功ファースター。クォーターバック18番左にロールアウトし、その逆を行きました。ランニングバック34番にパス。34番これを見事キャッチしまして攻撃権更新です。大阪スカンクスファースター、見事攻撃権更新を果たしました。ランニングバック34番は辰馬、大阪体育大学出身。大阪ガス自陣40ヤードからのファーストアンテン。ナイス。今度はランプレーです。ラニバック28番に託しました。28番、ボールを受けましてから中央なだれ込むようにオフェンスラインとともに約9ヤードのゲインとしています。キャリア28番は北沢、鳥取大学出身。大阪ガスセカンドダウン残り1ヤード。ここでトリックプレーを決めました。ここで大阪ガス右に降りましたワイドレシーバー11番にヒッチパス。ここから11番に走らせるかと思いましたが、そこで走り込んできたラインマンにピッチしました。後ろパスをキャッチしました11番。そこから右オープン展開を図ったところですが、ここで審判団その判定を、協議しております。現在審判団による協議が続いております。しばらくお待ちください。
先ほどのプレーでミスホイッスルがありましたため、ここでプレーは終了する形になりましたが、成立しております。先ほどのプレーでワイドレシーバー11番の、谷田からラインマンである71番坂中へのスペシャルプレー、キャッチアンドトスが成功しまして、攻撃権更新です。大阪スファーストダウン10。まずランプレーから入りました。キャリア28番の突進、約5ヤードのゲインです。先ほどのスペシャルプレー、若干補足をさせていただきます。オフェンスラインマンの選手、背番号50番から79番は基本的にはパスをキャッチできません。前パスを受けることはできず、また後ろのハンドオフに関しても非常に制約があります。しかし投げ渡される後方へのパスに関しては全く制約がありません。この権利を使いまして一旦レシーバーにパスと同時、そこから後ろパスをラインマンに投じました。これをキャッチして71番がゲインしまして、攻撃権更新としています。さあ勢い乗る大阪ガス、ランプレー重ねます。今度はオプションプレーのピッチをランニングバック8番に託し、6番に託しまして、約2ヤードのゲインとしています。言い換えればオフェンスラインマンがボールを持つことは極めて稀です。よほどでなければそのチャンスはありません。これを見事に決めましたら71番の坂中でした。大阪体育大学出身。大阪スサーダン3。パス成功、ファースター。ここで右に展開した11番にヒッチパス、11番タックル受けながら見事攻撃権更新です。大阪スファースター。先ほども大技を決めました11番の平田のプレーでした。京都産業大学出身。さあ大阪ガス相手陣38ヤードで入りましてのファーストダウン10。今度はランプレーです。ランニバック34番にハンドオフし、右オフタックルの突破、ランプレー。これに34番相手ディフェンス飛び越えるようにランを重ねて6ヤードのゲインとしています。キャリア34番は辰馬、大阪体育大学出身。大阪ガスセカンドダウン4、ボールオンは相手陣32ヤード、じりじりと陣地押し上げていっております。さあパスが通っている、まだ行く、ナイスゲイン、ファースター。ここで左に展開した11番にパス、11番これをキャッチして相手ディフェンスをかいくぐって攻撃権更新です。大阪ガスファースター。ここは平田が素晴らしいプレーを重ねております。京都産業大学出身。さあ大阪ガス相手陣11ヤードに入りました。この位置からの攻撃に入ります。大阪ガスファースターンテ。さあ磯野はここで踏みとどめることができるでしょうか。フォーメーションを変えます。大阪ガス右にレシーバー4枚重ねました。ここでホイッスルが吹かれております。パス不成功の判定です。ここで大阪ガスは再びスペシャルプレーを展開しようとしましたが、横に投げましたパスが前パスでした。そしてそのパスが結果的に低かったためパス不成功の判定となっています。おそらくは先ほどのパスは後ろへのパスでした。本来の意図は後ろに投げ、その取ったレシーバーがそこで前に走り込んでいるレシーバーにパスを投じるというプレーだったと思われます。大阪ガスセカンドダウン10。パス成功、タッチダウン。このシリーズ大阪ガスは好調な11番平田へのパスで決着させました。
縦に切り上がりました。平田エンドゾーンでこのパスをキャッチしましてタッチだ。大阪ガス6点追加となっています。このシリーズ先ほどのキャッチアンドトスを決めまして勢いに乗りました11番平田のシリーズという形でこの試合をこのシリーズを得点にする形に成功しております。そしてキック決まりまして1点追加、大阪ガススカンクス21点、磯野スーパースターズ0点となりました。多彩な攻撃を展開しまして着実に陣地を押し上げつつ最終的にはエンドゾーンを落とし入れまして得点を大阪ガス上げております。結果的には一発ではなく非常に着実にプレーを重ねましたことにより時間の消費も成功しています。さあ磯野スーパースターズは状況をここから打開できるでしょうか。大阪ガススカンクスのキックオフで試合再開となります。さあこのボールは果たしてどちらが抑える。大阪ガスが確保しました。しかしその最終確保者を現在審判団協議しております。大阪ガスが抑えました。従いまして大阪ガスの攻撃となります。キックオフのボールはそのキックオフ地点から10ヤード前に進んだ状態であればどちらが抑えても構いません。その権利を大阪ガスは結果的に生かす形に成功し相手陣24ヤードからの攻撃に入ります。大阪ガスファーストアンテ。パス成功。クォーターバックは15番に変わっております。変わりました。クォーターバック15番の真柴、まずパスプレーから入りました。大阪体育大学出身、そのパスを31番がキャッチした模様です。31番は寺本、慶応義塾大学出身。ゲインは約6ヤード。大阪ガスセカンドダウン4。さあ中央ランプ、キャリア34番タックル受けましたがオフェンスラインとともになだれ込むようにゲインに変えております。約1ヤードほどのゲインと変わりました。大阪ガスサードダウン3。パス不成功。この距離を15番パスプレーによって突破を図らんというところでしたがこれはレシーバーとタイミング合わずパス不成功となりました。大阪ガスフォースダウンに変わります。大阪ガスフォースダウン3。プレーを行います。3ヤード突破をこの1回でかけます。フォースダウンギャンブル。QB サーク。ここでパスにより突破を図ろうとしましたがこの状況を見計らってそのスーパースターズ72番が QB サーク。結果的に4回目で攻撃失敗という形にし攻守交代となります。そのスーパースターズ QB サークで攻撃権を奪い返しました。見事キュービーサックしましたのは72番の山口です。岐阜大学出身。さあこの山口のキュービーサックにより磯野スーパースターズ勢い取り戻すことができるでしょうか。ボールオン自陣30ヤードから磯野スーパースターズファーストアンテ。
キュービースター、クォーターバックジャチャン左に流れてロングパスを投じようと構えました。しかしディフェンス殺到し、92番キュービーサックシー、このプレーを潰しております。約5ヤードのロスに変わりました。キュービーサックしましたが、大阪ガス92番の金田、大阪教育大学出身のプレイヤーです。磯野スーパースターズセカンダウン15、クォーターバックジャッジ1、今度は右に展開した1番にパス、約10ヤードのゲインを確保しております。取りましたのは1番の美濃浦、岐阜大学出身。さあ磯野スーパースターズサーダウン4の状況に変わります。しかし中でボールを持った選手が倒れた場合は時計が回り続けます。パス不成功です。パス不成功の判定です。この状況、パスにより突破を図らんというところでしたが、これは大阪スディフェンスがパスカットしまして、パス不成功となっています。磯野スーパースターズフォースダウンに変わります。前パスが失敗しましたので時計は止まっております。試合時間残り2分39秒。さあこのフォースダウン、どのように行使するでしょうか。ボールオンは自陣36ヤード。磯野スーパースターズフォースダウン4。プレーします。フォースダウンギャンブル。パス不成功。ここでロングパスにより一気に状況打開図らんとしました。ワイドレシーバー16番、これになんとか追いつかんとしましたが、ディフェンスのカバーあり、パス不成功となりました。4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代です。攻撃権変わりまして大阪ガスに移ります。大阪ガス相手陣36ヤードからファーストダウン10。さあモーションをしてきました。2番にハンドオフし左オープンをつきましたが、しかしこれは磯野対応しており、ゲイン1ヤードにとどめております。ここでホイッスル。磯野ここで後半2回目のタイムアウトを使います。さあこの試合も残り時間2分23秒となりました。磯野ここで後半2回目のタイムアウトを取っております。得点差は21対0、3本のタッチダウン差という状況になっております。タイムアウト解けまして試合再開です。大阪ガスセカンダウン8。ナイスラン、ファーストラン。ナニマック28番、ハンドオフを受けまして左オープンを展開、そこから縦に切り上がって攻撃権更新です。大阪ガスファーストラン、見事攻撃権更新を果たしましたのはナニマック28番の北沢でした。鳥取大学出身。大阪ガスファーストダウン10、ボールオンは相手陣22ヤード。これは磯野のナイスディフェンス。右に展開した1番にヒッチパス、そこからキャッチアンドラン図らんという状況でしたが、これは磯野9番、43番が殺到しまして、このプレー5ヤードロスに変えております。見事対応しましたが磯野9番の清水、金沢大学出身。
そして仕留めましたのは43番の西脇でした。西脇、岐阜大学出身です。しかし選手、ボールを持った選手が中で倒れているため時計が回り続けております。試合時間残り間もなく1分を切ります。大阪ガスセカンダウン15、中央へのランプレーを投入しました。ゲインはほとんどありませんが中で時計が回り続けますがここでホイッスルが鳴っています。磯野、ここで後半最後のタイムアウトを使います。磯野のタイムアウト、時計を止める手段はこれでなくなりました。試合再開です。大阪ガスサーダウン15、キュービーサーク。ここでクォーターバック大きく迂回しロングパスを投じようとしました。しかしこれを磯野の72番が猛パシュート、これをフリーキャンドするところでしたが最終に磯野43番サックしまして大きなロスを奪いました。見事最後に仕留めましたのは43番の西脇でした。岐阜大学出身。しかし中で倒れた形になりますので時計は回り続けております。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして磯野スーパースターズレ店大阪ガススカンクス21点で大阪ガススカンクスの勝利。大阪ガスこの最終節で初勝利を挙げる形に成功いたしました。地元での開催、なんとか白星上げんという意気込みありましたが、しかし大阪ガスの老練な戦術の前に屈しましてこの試合を落とす形になりました。しかし卑怯ぞなに素晴らしい戦いぶりでした。ナイスファイトでした。大阪ガス今季は非常に苦戦しましたがなんとか最後を白星で終える形になりました。1勝4敗という成績でしたがしかし来季再び復活をかけんという意気込み感じる一戦でした。ナイスゲームでした。そのスーパースターズ復帰1年目非常に厳しい戦い続きましたが来季につながる見事な戦いがありました。ぜひ来季この状況を打開図っていただきたいです。ナイスゲームでした。本当に多くの方々にこの布引きで試合をご覧いただきました。非常に嬉しく思います。そしてその声援に応える素晴らしい戦いを両雄演じていただきました。さすが X といった素晴らしい一戦でした。ナイスゲームでした。
かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちにのみ倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くしに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この試合をもちまして X リーグウエストは今季すべての日程終了となります。 X ウエストに所属しております全6チームはこれよりひとときの静寂の冬を迎えます。そして彼らはこの伏量を放送の時を経て、やがて訪れる開花開校の春を謳歌し、鍛錬研鑽の夏を乗り越え、再び試練激闘の秋に挑みます。その果てにこの本会の地を訪れることになるのは果たしてどのチームとなるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、本日の配信ここで終わらせていただきます。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。今年は X ウエスト合同企画としまして実施されましたこの配信活動ですが、多くの企業様個人様にご支援を賜りました。大変ありがとうございました。感謝申し上げます。素人の配信上に至らない点も多々ありましたが、精一杯やらせていただきました。またこの支援が九州社会人、兵庫県の高校生、北陸、中四国、九州の大学生といった在野で奮闘するフットボーラーの戦いぶりを伝える助けとなりました。そしてその彼らにここ X ウエストにも夢の続きとなる舞台があることを伝えるきっかけにもなったと思います。重ねて御礼申し上げます。今後もこのような企画がありました際はぜひご協力ご助力をお願いしたいと思います。何卒お願い申し上げます。本日の配信はその企画にのっとりまして実施いたしました。多くの方々にご視聴いただけ大変光栄に思います。その配信実施いたしましたのは私道楽屋理事でした。機会許されるならまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。